Thank you.
スマートフォンを持ってる方、あの Google かなんかでハイラムブロックって調べてもらってもいいですか？やめとけ。あの画像検索でお願いします。あのね、ソニーロリンズ分かる人はいる。ソニーロリンズの見た目をもうちょっとなんかボクサーっぽくした方がいいですね。あ、っぽいですね。そんな感じで黒人ギタリストね。超絶変態ギタリスト誰が似てる俺一応日本人やし言うといたらけど。はい、改めましてさらば龍大のハイラムブロックという感じでございます。僕たち4回戦 もう卒業ということで、本当に寂しい。4回戦の先輩方がね、起用されてるので、僕本当に寂しい限りですね。いや、ほんまに4年間ね、長い間で短かった4年間やったけど、ほんまに。ね、4回のみんな、あ、じゃあ誰もいいんだと。全員卒業しちゃった。あれ、4回ですよ。いや、でも、関東では、ですよね、いや、聞いて、関東では5回戦のこと4回戦って言ったから。あ、じゃあ、4回戦ですね。おい、黙れ。はい、改めまして5回戦の老害、ワイダマスヤでございます。よろしくお願いします。はい、今日は4回戦ね、まあ結構レアキャラも今日はいろいろ来てるみたいなんでね、みんなともっと喋りたいなと思ってます。まあそんな感じでやっていきましょうか。でも常に僕、やばか、本当に喋りますか。このコンボの趣旨、そもそもあれやもんな。お前コントみたいなコンボなんで。てかあれ、あのこのコンボの趣旨は河野と俺がバトルして俺が負けたらもう一回留年するっていうコンボ。もともとはそういうやつだったんですけど、で、お前さんは出場できるんですか。なんかさっき聞いたら明日か明後日分かるらしい。明日か明後日分かる。まだ分からないけどですね。それしか知らんかった。はい、じゃあ真矢さんはどうなってしまうのでしょうか。高校期待やな。高校期待ですね。うん、卒業も分からへんな。今日まで分かってると思ったのにな。なあ、そういうつもりで今日来たもんな。じゃあ今日は聞き皆さんでこの真矢さんを追い出しましょう。追い出してください。追い出してください。では2曲目行きましょう。
昨日スタジオに入ったんですよね。それ今日髪の毛どうしたの？寝癖です。珍しい、お前があんま決めてけえへん。いや、風邪ひいちゃってずっと寝てたんですよ、今朝。マジか、よく来てくれ。いや、喉がガラガラで、すいません。いや、そんなことよりお前ちゃんと4年で卒業しや。はい、単位は今のところ取れてるんで。ふざけんで、もっと遊びに行け。ちゃんと卒業してね。はい、授業中ずっと寝てる。その調子で頑張ろうな。僕、帝軍のラストライブ終わって、で、次毎朝になった時に、おう、帝軍やめてからガチャ好きやぞって言われて。やめろ、いらんこと言うな。頑張ろうと思います。いらんこと言うな。違うよ、帝軍も素敵だね。帝軍も素敵素敵。俺弾いてなかったけど。ギター繋いだけど音出してない。伝説の、あれですね。音出してない事件。飯食ってて怒られる事件。だって中2が出る人だったらマジで怒られたし。やめよ、そんな話は。今日は楽しい4回生の卒業式なんやね。卒業式じゃないか。はい、何人が俺と同じ運命をたどるか話しています。はい、じゃあ次の曲で最後の曲ということで、何やったっけ次。あ、あれか、チャーリーパーカーか。パーカーですね。チャーリーパーカーかのリリースバンスで締めたいと思います。もうメンバー紹介とかいいですよね。あ、意外な。俺ら主役ちゃうから。Thank you.
Thank you.